美術館は根付けの、今の根津浩一さん館長なんですけど、それのおじいさんが始めたコレクションで、あそこにもともと根付けがあったんですね。あそこにお住まい でその周りに、素晴らしい日本庭園がもともとあったので、その日本庭園に調和するようなミュージアムにしてくれというのが根津さんからの要望でありました。で、実際にどういう展示空間が欲しいかっていうのは僕と根津ご夫妻で世界中旅したんですね。で、世界のもう美術館をいろいろ見て歩いて、でそれぞれこの展示の光がいいなとか、この壁がいいなとか、この床がいいなって、そういうものを、話し合いながら、もう本当に手作りで時間をかけて作っていくことができたので、そのプロセス自身が、僕にとっても非常に重要なプロジェクトになったわけです。で、あそこの場所は表参道の突き当たり、東京の一番ファッションストリートの表参道の突き当たりで、その突き当たりにあってファッションストリートとは違う、どうやったら静かな空間を作れるかというので、50メーターぐらいこう深い庇の下を、竹林の脇を歩いていって、その竹林の静けさを感じながら、気分がその表参道の気分から今度は根津美術館の静かな気分に変わってくれればいいなって、その移り変わりの装置がすごく大事だったんですね。で、その移り変わりの装置は深い庇を、使ってるんですけれども、その庇を作ることによって建物を、家のようなこのヒューマンスケールな空間にする。普通だと美術館というのはコンクリートの箱になっちゃうんですけれども、庇が2段重なっていることによって住宅のような優しい、インティメートな空間にするっていうのが外観のデザインで一番大事にしたところです。で、中の柱は逆に今度は庭に対して思い切ってオープンにするために、柱は可能な限り細くする。で、あそこでは鉄の無垢の、パイプではなくて無垢の鉄を使って柱を極限まで細くする寸法にできたので、木造住宅の柱のようなだいたい10センチ前後の幅の柱で、可能な限り庭と建物を一体化するという、そういう特別な技術を使いました。外装材に使ったのは、屋根を瓦にする。で、その瓦と合うような色のものを探して、OMZP っていう一種の亜鉛メッキなんですね。でも普通の亜鉛メッキはすごく明るいシルバーの色になってしまうので、その亜鉛メッキなんだけど黒っぽい色が出せる亜鉛メッキの技術が最近日本で出てきた技術なので、それを使ってまさに瓦のいぶし銀に近いような外壁のテクスチャーっていうのを作ることができたわけです。で、その他に軒の軒裏っていうのもすごく重要なので、軒裏には、木毛セメント板って、これは木をカスをリサイクルした一種のリサイクル材なんですけれども、普通は工場なんかに使うような、非常に安価な材料なんだけど、それをそのテクスチャーがすごく気に入ったので、軒裏には全部その木毛セメント板を使ってます。内部に入ると今度はコルクの板を使ってあって、それは普通の石だけにするとどうしても硬くなってしまって、日本人が美術を見るときはもう少し柔らかい、畳の上とまではいかないけど、そういう柔らかい質感の上でアートを見てもらったらいいだろうということで、そういうコルク材の床、美術館でコルク材の床を使うとか結構珍しいんですけども、そういう挑戦をしたわけです。